毛利元就機械の戦士、武将紹介。第4弾、熊谷元直。熊谷元直は四国の黒人領主、熊谷家の当主。秋熊谷家は自称寿永の乱で源氏方として活躍した。熊谷のお金の末裔。秋武田氏に従って大内氏の塚にいたが、武田元秀が天羽氏と組んで大内氏を裏切った時にも武田方に従う。1517年、大内方である吉川氏の有田城を秋武田氏が攻めると、それに従い有田城攻めに参戦。隣国の毛利領の村々を焼き討ちした。やがて毛利吉川連合軍と戦闘になり、前線するも前線に出て兵を叱咤していたところに、やがて隊に刺さり落馬して討ち死にした。元直は妻にも逸話があり、有田城攻めの後、元直の遺体を家臣は持ち帰らず、それに激怒した妻は女一人で有田城まで出向き、夫の遺体を探す。遺体は見つかったものの、女手では連れて帰れず、泣く泣く右腕のみを持ち帰り、埋葬したという。なので有田城周辺の冠川沿いに、今も熊谷元直の墓が佇んでいるのである。